をしっかり立ち上げていきます。ここはやっぱりワッとするだけでも全然可愛さが変わりますよね。ここの部分めちゃくちゃポイントなのでぜひ参考にしてみてください。皆さんこんにちは、スタジオアクア新宿店ヘアメイクのうちです。今日はこちらのキヌージョのカールアイロンを使ってウィッグでローポニーテールを作っていきます。ローポニーっていうのは下目でまとめたポニーテールのことを指しますね。で、コテの使い方だったりとか、アレンジする上でどういった部分をやっていったらこう可愛く見えるとか、こううまくこうシルエットを作っていけるかなども解説していきますので、動画ぜひ最後までご覧ください。それではやっていきます。お願いします。はい、ではやっていきます。まず手順としては、全体的に髪をしっかりフォーミングしてトップのベースから巻いていきます。耳上部分スライスを取ってもらってタックあるので留めておいてください。このトップの位置から巻いていきます。で、まずセンター巻いたら、そこを起点として放射線状になるようにミックスでトップから巻いていきます。で、ベースの数は奇数入れていただきたいので今回は5本入れていきます。センター1本と左右2本ずつですね。で、こちら巻いていただいたらフォーミング一度していきます。スプレーで形を作っていきます。トップを引き出して巻いたところですね、しっかり引き出してカールを出していきます。このようにベースが整いましたら、下でまず一つに結んでいきます。で、この時、結構結ぶ位置で印象が変わるんですけれども、今回は下すぎる位置よりかは気持ちこのネープル位置よりも高さを出していきます。その位置のローポニーテール、塀の部分のボリュームをしっかり出していくイメージになります。グッと引いてもらって結んだ上でまたバランス全体整えていきます。ちょっといろんな角度から見てもらってバランスがいいか、ちゃんとこう全体的に引き出しができているか確認しながらシルエットを整えていってください。はい、では次にサイドをやっていきます。外してもらって片方ずつサイドを作っていくんですけど、この時サイドのトップはギザギザに取っておくと最後バランスが良くなります。パカってやっぱりなってるとちょっとこう上から見た時にもったいないので、スライスはジグザグでトップ取ってください。で、一番後ろのベースメイクに近い位置は必ずリバースで巻いてください。またこちらのキヌージョのカールアイロンを使っていきます。なんでリバースで巻くかっていうと、このサイドと後ろのつながりをしっかり出していくためです。これがフォワードに巻くと前に行くので、この後ろとのつながりが悪くなっちゃうので、こちらはしっかりリバースで巻いていきます。ここもまたミックスで数本巻きを入れていきます。前に行くにつれ、この巻いていく毛束を細くすると抜け感とかが出てきますので、ぜひ太さとかも調節してみてください。はい、サイド巻き終わったのでまた少しほぐしてつなげていきます。鏡がある場合はしっかり前からバランスを確認して引き出すようにしてください。
このサイドの部分持ったら2つに分けてフォワードに握ります。くるくるくると、で少しずつそのツイストですね、ねじった部分のツイストをしっかり引き出しつつ後ろにつなげていきます。ぐーっと持ってちゃいますね。ぐーっと、この時に後ろのベースメイクとふわふわ感が一緒になるようにしてください。で今回ここで持ってきたらピンではなくてゴムでまとめていくので、一回ここでまたダッカールで留めちゃいます。はい、止めですね、よいしょ、こういう感じです。結構しっかりモコモコ感を今日は出して華やかなスタイルにしていきます。はい、では反対側もちょっと同じように巻いていきますね。カールを、縦に入れる、横に入れるというかこう斜めに入れる感じです。この手束に対して45度の傾きでコテを入れて巻きを作るようにしていただくと自然な毛流れが出てきます。縦だと結構こう縦ロールっぽい巻きになっちゃいますし、横だと結構巻きが今度強く出ちゃうので少し斜めに入れてあげた方がおすすめです。横も巻き終わったのでまた同様にほぐしていきますね。少しアシンメトリーに今回デザインを作っていこうと思うので、こっちは普通のネジネジツイストだったんですけども、こっちはあえてちょっと三つ編みに今日はしてみたいと思います。で三つ編みも、表編みだと平面的になってしまうので、今回は丸型の三つ編みというのをやっていきます。よいしょ、見えますかね。丸型の三つ編みっていうのはこう3本に毛束を分けたら真ん中は動かさず、このサイドの毛を交差させる編み方です。前で交差させたらまた交差した2本を後ろに回して後ろで交差、ここの真ん中の編みはもう固定させて、またサイドの毛を前で交差、これはまた後ろで交差、これが丸型の三つ編み、丸くポコポコとした三つ編みができてきます。見えますかね。これを繰り返すだけです。なのでもう仕組み自体は簡単なので、ぜひ一度チャレンジしてみてください。そうすると三つ編みなのに立体感が出て引き出した時すごい可愛くなります。はい、出していくと結構こう先ほどのツイストよりも立体的なデザインになってくると思います。こんな感じ でこれを後ろに持っていきます。よいしょ、ちょっとアシンメトリーなデザインにするとスタイルに変化がついて面白いと思いますよ。なかなか普段やっぱり左右対称にアレンジってこう作りやすいと思うんですけど、あえて非対称に作ると左右差のポイントがこう色彩に出てきて可愛いと思います。映えますでこちらも反対側ぐっと奥の方に持ってったら、さっきのピンをこう外してもらって両手でぐっと全部掴んでください。できるだけ手を引っ張らないように結んでいきます。この時のゴムしっかり結ばないとこのポニーの下の方の毛が出てきちゃうので、結構しっかりめにゴムをつけます。よいしょ、グッと引きますね。ぐーっとぐーっと、ちょっと高さ出るようにします。今回はでまたこちら結んでいただいたら、バランスを見ながら引き出しをまた調節していきます。はい、横から見ると今こういった感じになってます。はい、またそしたら少し整えてもらって、手先の部分をカールアイロンで巻いて仕上げていきます。
ここはまた、巻く前にゴムを隠したいので、クルリンパスティックで隠してもいいですし、指でゴム隠しができそうな人はゴムをちょっと取ってもらってゴムを隠していきます。アクセサリーなどをつける予定の場合は隠さなくても大丈夫です。巻かなかったこの中心の上の毛を取ってもらって、ゴムを親指で1本取ります。ぐるーっと束に巻きつけてもらって、このゴムの中に紙を通してください。はい、で通したらグッと引っ張ってゴムが見えないように回転させてください。そうするだけで簡単にゴムが取れます。はい、では続きで今度外に巻いた部分に沿ってミックスで巻いていきます。まず表面の見える部分から巻いていってください。中は毛先だけ巻けば大丈夫です。スプレーで整えていきます。いかにこう手間暇をなくして可愛くスタイルを作るかがポイントになってきます。でポニーテールっていうスタイルはやっぱり毛先がちゃんと巻かれていないと可愛くないスタイルなので、この上の部分ももちろん大事なんですけど、必ず毛先にこう熱が行くように巻いてください。あとは横から見た時のここの部分の巻きもないと可愛くないので、ここもミックスで巻いていきます。後ろ側の髪ですね。ミックスなくて外羽に巻いていきます。ワンカールほど巻きを入れて波に上はしてください。手で波上で作っていきます。イメージこういう感じですね。クルーンっていうカールを作ります。通常のコテ巻きの中にこういう波のカールも入れると、動きに変化がついてめちゃくちゃ可愛いです。くるんと外に巻いてもらったら山ですね。山を作って波ウェーブ、波のカールを作っていきます。はい、巻きはこれで大丈夫です。全体巻けていることを確認したら次ほぐしていきます。はい、ではまたハードスプレーで全体の波をしっかりほぐしていきます。その時ローポニーがひし形になるようなシルエットをイメージして出していきます。ひし形のイメージですね。これは後ろから見ても横から見ても同じです。ほぐしながら全体のシルエットがひし形になるように、よいしょ、横から見てもここが高くなるようにやっていきます。カールの山の部分をしっかり引き出すことによってリッチが出てきます。それだけですごい、やっぱりこれだけふわふわになるので、しっかり巻きをつけてハードスプレーで遊ばせてあげるのがポイントです。しっかり指でほぐしてあげてくださいね。ファールを、はい、これでしっかり引き出しを作っていったら、もうこれだけですごい華やかですよね。最後にもうワンポイントやっていきます。それは何かというと、ここが今ちょっとこう垂れちゃってるのがもったいない部分なので、少し華やかに起点を上げていきたいので、ここの上の部分をちょっとこうグッと持ち上げていくと高さが出て、より華やかにポニーテールができます。なので
ここの上の部分をちょっと持ち上げて最後にピンを打っていきます。お客様にやるときはちょっと気をつけながら、注意しながら、ここの部分をグッと上に上げてアメピンで失礼しますと言って、上から下にグッとゴムをかけるようにポニーテールを止めます。そうすると少しここが立っていきます。そうなってから、ここの一番上の高い位置、ここを引き出して失礼していきます。ポニーテールの中でやっぱりこの一番最初の部分が、トップの部分が大事なので、ここをしっかり差し上げていきます。ここはやっぱりふわっとするだけでも全然可愛さが変わりますよね。ここの部分めちゃくちゃポイントなので、ぜひ参考にしてみてください。あとは横から見た時ですね、ここの後ろの部分も少しやっぱり隠れてくると可愛いので、ここはスカッとしてるよりはしっかり 後ろのここの部分も引き出していってください。この隙間ちょっとこう気持ちかぶせるだけでめっちゃ可愛くなります。あとはトップも全体バランス見ながら引き出していきます。左右非対称が可愛いんですけど、ある程度シルエットを少し整えてあげるとデザインが分かりやすくなっていきます。ぐーっとカメラ越しでちょっと確認しながらいきますね。やっぱりここの部分が少し足りないので、しっかり後ろの部分を引き出してカバーしてあげて、こんな感じで完成になります。よいしょ。はい、できました。手順自体は全然難しいことしてないので、ぜひ試してみてください。ご視聴いただきありがとうございました。またね、バイバーイ。